アジアの東の果ての島国、日本。そこには、すべての国有鉄道に乗り継げる一枚の切符、最長片道切符が存在した。最長片道切符は、北海道から九州までの様々な路線を乗り継ぐことが可能で、日本国内を旅する旅人や鉄道ファンの間で、さまざまな最長片道ルートが考案されている最強の切符として君臨していた。33日目は腕時計が動かなくなりながらのスタートだった。代行バスと在来線で山形から秋田へ、秋田新幹線で岩手県盛岡へ、道中で腕時計も直って、そのまま最後は東北新幹線で夜にかける銀河鉄道のごとく新青森駅まで駆け抜けた。34日目の目標、北海道上陸を果たすために。近くを歩いただけでいきなり鳴った。どうも、皆さんおはようございます。おはようございます。どうもいらっしゃいませ。和高の日本一周逆走最長片道切符の旅第34日目は、青森県のですね、こちらはね、青森港、八甲田丸、そして、石川さゆりさんが歌われている津軽海峡冬景色、その歌謡日からの前、この前からですね、本日はスタートでございます。ありがとうございます。びっくりした。スイッチがね、本来はあって、押したらね、大爆音でこう流れるっていう風に聞いたんですけど、今ね、ここをちょうど歩いてさあ押してみようかってした時に、いきなりなんかセンサーでバッとなった。はい、こちら本日は青森港、青森港はですね、本州と北海道をつなぐ玄関口として、高度経済成長期の時はですね、北海道から、東京へ出稼ぎに来られた、方々がですね、船に乗りまして、ね、ここの港に到着して、そして青森発の、列車に乗って、東京まで行かれたと。だいたい2両編成の車両なのに、めちゃくちゃ長い青森駅のホーム。ねえ、列車自体は短いのに、ホームがなんでこんなに長いのか。まあ、あちらにありますね。今はもう通行止めに、通行止めって書いてありますけど、連絡橋、なんか歩道橋みたいな感じの連絡橋がちょうどですね、船の乗り場、今、八甲田丸が止まってますけど、船にですね、連絡通路として使われていた。つまり、列車に乗って青森にやってきた人がこのホームをですね、歩いて、そして連絡橋を使って、船に乗り込んでいった。まあ、そういうアクセス方法があったっていうわけですね。青森駅は、現在はもう、あっちから先には何も、駅はありません。だからこの青森駅はですね、本州の、青森県の始発終着駅というわけなんですけど、本当はですね、船に乗ってもう北海道に行くことができるっていう。さらにこちらの八甲田丸は、これ機械遺産って書いてあります。青函連絡船及び可動橋という。はい、この通り、線路が続いています。青森駅、今はね、もう全然ね、影も形もないですけど、かつては青森駅からやってきた列車も、その物資とかですね、人もそのまま入ったのかな、知らんけど、とりあえずまあ貨物とかですね、そのまんま線路がここまで続いていて、そして、あちらの連絡船にですね、可動橋になってるんですね。あそこが開いて、そして、列車ごと船に乗せて、北海道まで、船が走っていったっていう、そういう名残をですね、今ここでですね、見ることができるっていう。いや、すごい。列車も、船に乗って、海を渡って、そして北海道本州を、渡っていた、そういう歴史をここで、感じることができます。部分がですね、もう丸ごとゴゴゴゴゴゴっとね、上下して、それで列車の乗り入れをさせてたんですね。さて、私の旅もですね、本日はついに、北の大地、北海道に上陸します。この八甲田丸でね、上陸したいっていうこの、いや、それはちょっとね、さすがにもうできないんで、まあ、大地、こっち、最長片道切符なんでね、結局、新幹線で、青函トンネルを抜けて、行かなければならないので、本日はついに北海道上陸です。まあ、その前にちょっと、青森をですね、フラットしたいと思います。八甲田丸乗船口。
八甲田丸の甲板の上にやってきました。たけー。おー、この八甲田丸もね、実際にね、海の上をね、航海していって、ね、ここもね、ザバザバザバーって、海のね、大迫力の波がね、立っていたんですかね。いや、いい眺めだ。向こうには青森駅、そしてね、列車ごとね、乗せて、この八甲田丸も乗せて、そしてこの津軽海峡からですね、北海道の方に向けて、船は出港した、というわけですかね。北海道に出稼ぎに行っている旦那さんを追った、奥さんと、そして子供さんとか、東京というですね、都会のジャングル、大都会のジャングルの、そのね、なんか狭さ、過密さに疲れた女性がですね、上野発の夜行列車に乗って、そしてこの青森駅で降りてから連絡船に乗り、津軽海峡の冬景色を見ながらですね、北海道という試される大地に旅立つなど、様々な人たちの、思い、情熱とか、そういうのを乗せて、この、津軽海峡の連絡船は北海道と青森を行き来していた、そういう時代もあった、そういうわけですね。誰か鳴らしとるわ。いや、爆音。これか、あの有名なリンゴジュースしか売ってない自販機、青森リンゴの飲み比べです。津軽の方が酸っぱ甘く感じて、トキの方がね、青リンゴの方が爽やかに感じたんですけど、酸味は一緒ぐらいなんですね、弱いって。で、トキの方が、青リンゴの方が甘みは強いって。ん？あれ？俺バカ舌なのか？秋田行きだよ。昨日ぶりですね。この秋田行きに乗って、一つ隣の新青森に行きます。昨夜到着した新青森駅に戻ってきました。青森から新青森は、寄り道ルートなんで、この普通の乗車券で来ました。もうすぐ11時20分です。新幹線ですね、北海道新幹線はやぶさ11時20分発の、新函館北斗行きの、新幹線に乗りたいと思います。本当はね、この後ね、三内丸山遺跡、青森県最、日本最大の、縄文時代の遺跡にも寄りたかったんですけどね、新青森からね、新青森が、最寄り駅なんですけど、今朝はですね、快活クラブ でですね、若干寝坊をしてしまった、プラス、快活から青森駅までが、意外と遠かったっていうこともあり、あと八甲田丸の中ですね、結構楽しくて意外と時間を食ってしまった、プラス青森から新青森に行くまでの、列車ですね、それのタイミングが、うまいこと合わなかった などなどいろんなことがありまして、時間が押してしまいまして、三内丸山遺跡は今回はパスするということで、また来るしかない、もうね、これしか言わないですね、また来るしかないと、そういうものですね。最長片道ルートの結構の、ね、挑戦者の定め、長崎の方かな。今日で34日目ですね。佐賀の嬉野温泉から、ありがとうございます。ありがとうございます。駅員さんがだいぶ驚かれていましたね。で、新青森から新函館北斗、特急料金4000、乗車券の方はですね、3000いくらだったんで、特急の方がですね、値が張るという、しかも立ち席ですからね、全席指定席なんですけど、本来の指定席の方が来たら、どかなきゃいけないというね、立ち席の、乗車券で、行きます。修学旅行生さんからは、ちょっと離れたところに、座った方がいいですね。でね、改札内のニューデイズでですね、見つけてしまったんですね。青森県産の富士リンゴの、立ち席なのにおめえ持ち込むのかと。さあ、本日の最長片道切符の第一ランナー、北海道新幹線に乗車します。座席に枕がついてる。グリーン席じゃないのが、3列シートだから普通席だ。背もたれを倒すと座面が前にせり出します。
近鉄の特急火の鳥みたいな座席です。12時20分出発です。終点の新函館北斗まで爆速でぶっちぎっていきます。出発から1分もせずに時速250キロ台にまで到達。凄まじい加速力、シールドライガーも真っ青です。あ、もともと青いか。さあ、いよいよ青函トンネルに突入ではありません。この付近の線路は積雪の影響でポイント切り替えがうまくいかなくなるのを防ぐため、トンネルみたいな屋根が作られているんだそうです。ついに今度こそ青函トンネルに突入しました。約20分間津軽海峡の海底のさらに100メートル下に掘られた全長 53.85 キロメートルのトンネルを駆けていきます。交通機関用のトンネルとしては日本最長、技術大国日本が誇る努力と英知の結晶です。そしてついに47都道府県最大の土地、試される大地、北海道に上陸です。旅の34日目にしてついに全47都道府県を制覇しました。これまでの旅路の全てをつないで北海道新幹線 E5 系全新幹線の最北端駅、新函館北斗に到着です。ついにやってきました、北の試される大地、北海道、新函館北斗駅、ここにですね足をつけたことによって、この私の、逆走最長片道切符の旅の中で、47都道府県全ての地に足を踏み入れることができました。いやー、すげー長かった34日で、佐賀県の嬉野温泉からですねスタートした、この旅も47都道府県すべて行くことができて、まあでもまだですね、ゴール地点はこの先まだです。まだ北海道もね、ようやくね、足の先っちょ、そのあたりにね、来たばっかりなんで、もう最後の頭のてっぺん、最北端、稚内まではまだまだね、遠回りしていかなきゃいけないんでね、まだ続きます。北海道と、東京をつなぐ玄関口、新函館北斗、次はですね12時34分の、特急にですね乗り込みます。それでですね苫小牧に向かいます。特急券も購入しました。北海道はですねもう広いから、都市から主要都市へ行くためにはもうね絶対特急に乗らんとねとんでもない時間がかかってしまうという、だからね特急に乗るのはね必須というふうに言われております。もうですね鈍行に乗るか特急に乗るか、まあそれは人それぞれですけどね、まあこういうね選択、ここからもうすでにね、試されてるんです。もうあの北海道はですね、一本一本の電車を、乗り過ごしてしまったらなんか大変ね、次これ今から来るやつもですね乗り過ごしたらまた1時間後になってしまったりとね、もうここももう試されております。さあ特急北斗号やってまいりました、札幌行きです。こいつに乗って、北海道をですねさらに北上していきます。特急北斗号に乗車しました。キハ261系の自由席です。チケットホルダーなんてついてるんですね。特急必須の北海道らしさを感じます。まあそうですね、機械から発行される切符サイズですね。最長片道切符みたいな手書きの切符は収まりませんでした。12時34分、特急北斗号出発です。函館本線の線路を走っていきます。左隣は北海道新幹線の延伸工事の現場ですね。予定通りに行けば日本の新幹線は2030年には札幌まで線路を到達させるみたいです。函館本線乗車からの最初の絶景は大沼国定公園、アイヌ語で大いなる水たまりポロト、続いて国定公園のシンボル北海道駒ヶ岳、火山活動の影響で山頂付近はとんがった形をしています。駒ヶ岳を過ぎると函館本線の線路は内浦湾に沿って続いていきます。この海の向こうにうっすらと見える伊達門別、室蘭方面の土地にまでこの列車は走っていくのです。
ただいま列車は長万部駅を出発。新函館北斗出発から1時間18分経ちました。ここから特急北斗は函館本線から室蘭本線の路線に入ります。ニセコ、小樽方面の函館本線か、登別、苫小牧、新千歳空港方面の室蘭本線、どちらへ進むか、道南の中でも重要な分岐点です。室蘭本線を進んでいき、列車は間もなく北海道一、いや日本一の秘境駅と呼ばれる場所、小幌駅を通過します。元信号場でトンネルとトンネルの間に挟まれ、周囲には建物も道路もない秘境オブ秘境駅。トンネルを抜けて一瞬だけ見えました。またトンネルに入ります。一瞬過ぎだ。一瞬過ぎて本当に見たのか、土の子か雪男でも見たかのような感覚。とりあえず心を落ち着けて、車窓から見えます有珠山を眺めましょう。反対側には昭和新山もそびえています。麓には洞爺湖が水をたたえています。列車は間もなく伊達門別に到着。JR 北海道の特徴的な自動アナウンスは、元 FM 東京アナウンサーの大橋俊夫さんが担当されている有名な話ですね。エゾシカ、野生動物あるんだ実際。奈良でもシカの飛び出し注意の交通標識があるので、なんか親近感が湧いた。列車は登別駅を通過。登別温泉寄りたかったけど、肯定的に今回はパス。また来なきゃいけない土地が増えた。多分初見では読めない富津市岳、麓には北海道一の深さを持つ支笏湖が清らかな水をたたえています。そして出発から約2時間40分、15時14分、苫小牧駅に到着です。北海道苫小牧市の苫小牧駅に到着です。時間は3時15分です。すごいね、2時間以上ですね、乗車してました。おお、湯気出してエンジンがブルンブルンになってます。ありがとうございました。苫小牧駅、線路がいっぱいありますね。電車なのか機動車か、あれは。列車もいっぱい止まってます。かつてはですね、軽便鉄道っていう、あの石炭をですね、いっぱい運ぶね、そういう貨物、船のですね、あの重要な地点だったらしいです。明治時代には、貨物輸送などをですね、主にやっていましたが、大正時代からはですね、お客さんを乗せて走る軽便鉄道もやってきたそうです。また駅の近くには苫小牧港もありまして、苫小牧発フェリーがですね、八戸や仙台、茨城の大洗、そして遠くはですね、名古屋まで結ぶフェリーターミナルがあります。だから函館に次ぐ、北海道の海の玄関口として、使われている、これが苫小牧です。西暦1800年、江戸時代ですね。江戸時代には蝦夷地の、開拓がありまして、幕府からですね、八王子千人同人と呼ばれるね、職務の人たちがこの蝦夷の苫小牧にやってきて、過酷な、環境の中ですね、4年間かけて、これを、開拓して、そして、その方たちが去った後もですね、明治とかになってからも、開拓の礎となった、そういう歴史を持っているんですね。苫小牧の歴史の裏には江戸幕府からね、続いている開拓の歴史あり、そういうことです。ホッキ貝の捕獲量日本一、美味しい水ベスト32、そして、スポーツ都市宣言という様々な顔を持っております。雪国に来たっていう感じがしますね。あの入り口の作りとか、信号機は横につけてると雪の重みでね、折れちゃったりするから、可能な限り面積が少ない縦の方向に、つけているんですね、そういう雪国では。見えてきました。苫小牧ラーメン味の50番で合ってるんかな。この旅ではおなじみですね、ドラマ孤独のグルメに出てきた、お店でございます。井の頭五郎さんが、カニを運ぶためにですね、自分の車をですね、船に乗せて、そして苫小牧までやってきて、それで、ん？ちょっとなんか嫌な文字が見える。やった！やるじゃないか。はい、ですね、皆さんの、ご期待に応えてしまいました。はい、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。
いやいや、いや、ほんとね、YouTube での動画作品っていうのは、面白いなーって思います。ね、予定が成功しても、楽しいですし、失敗したら失敗したでね、見せ場になりますからね、どっちに転んでも楽しいっていう。いやー、癖になりそうだ。さて、私はね、お昼ご飯的なものをですね、そう、食べてないんですよね。あ、どっかでね、代わりに、食えそうな場所を探さんと。と、飯屋を探そうとしてたら銭湯を見つけてしまいました。午後2時からね、今やってますね。うん。ちょうどね、歩き回っていたことですし、うん。風呂にちょっと入っとこうかね。うん。次の電車までね、機動車まではまだ時間がありますし。あ、でも待てよ。ちょっと、空腹状態だから、なんかちょっと腹に入れとかないと。お土産ありがとう。OK、じゃあ入りましょう。はい、北海道上陸の初湯はですね、苫小牧の鶴の湯さんでいただきました。ポカポカでございます。いやね、湯殿はですね、なんか京都の銭湯と大阪の銭湯のちょっと形の変わったやつ、それになんかイメージが近いですね。いくつもの浴槽があって、いや、いい町風呂っていう感じ。東京にもですね、江戸川区に鶴の湯っていうなんか城みたいな、あ、城って日本の城ね、の、なんか形したようなでっかい銭湯があるんですけど、まああれともまた違うやつですけど、なんか町風呂っていう感じで苫小牧の、皆さんのね、健康と長寿をですね、支えてくれているね、そういう風に思います。さて、苫小牧駅まで戻ってきまして、今作戦変更中なんですよね。本当はね、中華、ラーメンをですね、ここで食べる予定だったので、で今、お風呂に入ってきまして、で、ここからはですね、特急の中にですね、札幌行きの特急の中で何か持ち込んで食べるか、それかここで軽く、何か食べる場所はないかなって。苫小牧に連結されて、連結じゃねえや、連絡されて連絡通路で入れる メガドンキホーテの中にですね、ロッテリアがあったんで、そこでですね、ご飯バーガーを購入しました。いや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 、お前さ、北海道苫小牧まで来て何ロッテリア選んでんねんってね。いや、ちょうどですね、鬼滅の刃とコラボがあったんで、そのグッズももらいましてね、それにね、ね、どこでも食える、うん、どこでも食えるって言うんだったら、別に今ここで食ったっていいじゃないかって、裏を返せば、そういうことですね。まあ、コラボもしているっていうことでね、ちょっとね、購入したかったっていうのもあったからね、食いたい時にね、食いたいものが食える、そういう幸せこそね、ね、勝るものなしと。さて、次に乗りますのはですね、特急、あ、違う、こっちじゃない、こっち、特急ですね。苫小牧からですね、新札幌まで行く、列車、特急、17時25分札幌行きの、特急スズラン号っていう名前の特急に乗ります。スズランって言ったらね、お花の名前ですね。北海道を代表するお花、そんなね、素敵なお花を、特急列車の名前にしてしまうとやね、素敵な話じゃないですか。17時25分発の特急スズランに乗車します。これに乗って新札幌駅まで向かいます。絶品チーズご飯バーガー、ご飯の上に海苔もかぶせてあっておにぎり感がありました。おにぎりってことで、おにがりらしいコラボメニューですね。広々とした北海道の地を鉄道でかけながら食べるロッテリアのご飯、どこでも食べられるけど、どこでも味わえるものではない、その地方でしか味わえない味ですね。特急スズランは南千歳駅に到着、新千歳空港に向かうお客さんたちが降りていきます。特急スズランは南千歳駅の2駅手前、沼の端駅で室蘭本線の線路から千歳線に移っています。そのまま千歳線を走り続け、18時7分スズランは新札幌駅に到着です。乗車時間は約42分でした。特急スズラン新札幌駅に到着です。おお、すげえ耳をつんざく音、ありがとうございました。特急スズラン、はい、新札幌の下車員をいただきました。で、今日の最終ゴール地点は新札幌駅から、平和駅ね、
英語の教科書って大体なんか平和町って出てくる、なんかそんな感じがするんですけど、その隣、白石駅ですね、白石吉武と同じ名字の、白石駅、に行きます。札幌まで行くとね、次回ですね、乗り継ぐ函館本線な、さっきまでは、千歳線に乗ってきたから函館本線にですね、ルートが被ってしまいますので、なので白石駅でですね、途中下車して、そして、次回は函館本線で、旭川方面に行きます。白石駅は特急は止まらないので、なので、ここで、新札幌で、普通電車に乗り換えます。さあ本日のラストランナーがやってまいりました。ボタンも押さずに扉開いた、魔法みたいだ。 JR 白石駅、千歳線と函館線の分岐点ともなる駅、それゆえに最長片道切符の、ルートではですね、このように、行程表にですね、札幌の名前、県庁所在地がある札幌の名前を差し置いてね、ちゃっかりと名前をね、載せているというね、まさにゴールデンカムイの白石吉武みたいな感じのやつです。今日の宿はね、白石駅が最寄りのドミトリールームを取ったんですけど、白石駅最寄りってだけで決めてしまって、で地図を見てみたら、JR 白石駅じゃなくて地下鉄白石駅の最寄りらしくて、いや、なんかこの地下鉄と JR がまたね、やらしいことにもう3キロ以上、もうこれ、もうさ、かれこれ30分ぐらい歩いてるんですよね。もう、こういうのね、もう、ひでえな、もう JR ならと近鉄ならよりひでえじゃねえかよ。いや、もう全く初回泣かせですよ。着いた。ここだ。バックパッカーズホテルってちゃんと書いてある。ああ今日のお宿、ドミトリールームです。ね、もう、私も、こんなんだからもう、バックパッカーってね、言ってもね、過言ではないです。今、誰もいないからもう、カメラ回しちゃってます。はい、本日のドミトリールーム、バックパッカー専用ドミトリールームっていうふうね、言われてまして、やっぱりベッドがですね、こう、並んでおりまして、共同ルームも、めっちゃ広い。札幌市営地下鉄東西線で、ここ大通駅にやってきました。大通駅から札幌駅方面に向かいます。苫小牧でラーメン食べ損なっちゃったから、札幌でね、札幌ラーメン食べようかともね、思ったんですけど、別にですね、食べたいものがあるんですよ。浜松に行った時に、今流れてます BGM 風よ道を作曲してくださったサウンドクリエイター翔也さんと一緒にご飯食べたんですけど、爽やかのハンバーグね、美味しかった。で、その時話したんですけど、札幌に来たらぜひね、スープカレーを食べてくださいって翔也さんに言っていただきまして、確かにね、北海道の野菜はですね、ね、冬の雪の下で育ってね、めちゃくちゃ甘みがあるね、そこにですね、ひたひたのスープのカレーに、浸ったね、野菜とかを食べればね、そりゃ美味しいなって、思いまして、それでですね、札幌に来たらね、スープカレーを食べようって決めてたんですよ。あ、もう音楽はいいです。いやー、北海道一の大都市、札幌。でもすごい大都市。もう東京にも負けていないぞ、こりゃ。すげえ、北の大都市、札幌ですよ。うん、札幌ラーメンに札幌ビール。名物はいつも札幌だった。あ、スープカレーの、ね、すごい、スパイシーな香りが、もう地下からふわーっとくるんですよ。あ、すいませんね。画面越しの皆さんにはちょっとわかんないですかね。スープカレーのお店に入れば、あ、ちょっと湯気で曇った。だいたい10分ぐらい待って入店しました。シャバ像というお店です。すごいスパイシーな香りが漂ってくる。まず一口目にスープをすすります。チームナックスの大泉洋さん曰く、ご飯をすくってスープカレーに浸します。そして好きな具材と一緒に食べるんだそうです。辛さやトッピングを選べまして、今回私は北海道のご当地唐揚げザンギをトッピングにしました。カレーはやはり魔性の女、いかなる食材と喫食者をその魅惑のスパイスで虜にする。開館時間が17時10分まで。ああ、なるほど、そういうわけですね。だからもう外観からしか、今見ることができない。あ、なるほど、そういうところはちょっと残念、そういうことなんですかね。
絶対違うと思う。なんか札幌時計台にですね、ライブカメラがあるらしくて、はい、今ですね、私映ってます。はい。どこら辺やろ？あっちかな？この札幌時計台は、明治時代にですね、旧札幌農学校っていうですね、学校、そこに、お雇いの外国人として教師が来られまして、クラーク博士ですね、有名なセリフがありますね。ボーイズビーアンビシャス、少年たちを大志を抱け、その、先生がですね、やって来られた、農学校ですね、そこでですね、この時計塔が、完成しまして、そして、札幌の、時を刻む、そういう役割を、果たしておりまして、時を教える鐘を、鳴らしてくれている、なんか残念名所とか言われてますけど、そういう大事な役割を今も担っている、そういうね、建物なんですね。さて、札幌時計台の近くにですね、もう一つ名所があります。時計台から歩いて1分足らずのところに、ああ、もう見えてます。ライトアップされてます。札幌テレビ塔。平成ゴジラシリーズでも、ゴジラ VS キングギドラで、4代目ゴジラが、この札幌を襲撃した際にですね、この光っている、札幌テレビ塔がですね、もう印象的でしたし、続く、ゴジラ VS スペースゴジラでも空飛ぶスペースゴジラがですね、コロナビームをね、空中から爆散して、札幌の街を破壊していく。ね、それがね、印象的でしたね。また札幌テレビ塔は愛知県の名古屋テレビ塔と同じ、高さで、設計者の方も同じみたいで、色さえ塗り替えてしまえばね、ほぼ、名古屋テレビ塔と同じ形をしているね、そういうタワーなんだそうです。そしてですね、タワーに来たらね、毎回やっている恒例のやつをやらなければいけません。札幌テレビ塔147メートル。よいしょ。はい、というわけでね、恒例のやつは終わりました。さて、34日目の、逆走最長片道切符の旅は以上で終了となります。はい、今日もお疲れ様でした。明日はですね、ですね、白石駅ですね、白石駅から、函館本線に乗りまして、旭川方面に行きます。で、旭川方面から、富良野駅を通って帯広、釧路と最終目的地釧路。明日はですね、まあ次回は、北海道の中ではですね、最も、長く、距離を、移動する、そんな日になると思います。果たして無事にゴールができるんでしょうか。また次回お楽しみください。それでは本日は以上でございます。皆さん、いつもご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。ありがとうございました。